あ、昨日だっけ俺がさ、突発的にさ、髪切り始めたの。一昨日か。一昨日だ。ほんで、なんか、うまくいかなくて、あ、もう美容室行こうと思って、行ったらさ、いつも、あの、切ってる人が、もう、いわばカリスマ美容師よ。美容師ってさ、どんなことがあっても、それなりに仕上げてくれるじゃん。加藤さん、これ無理ですって、お手上げ状態だったからな。加藤さん、これ無理なんで、整えることしかできないんで、美容室行ったって言わないでくださいって。初めてだよ。カリスマ美容師がお手上げだったんだよ。無理ですって。これは手の施しようがありません。って言われた。確かに俺思ったんだよ。髪切りに行くんだったら自分でやる必要なかったなっていう。すっげえ恥ずかしかった。たださ、帽子かぶったら負けだなと思って、あのザラザラな状態で行って、どうしちゃったんですかつって。嘘ついたわ。いや、なんか、俺番組の企画でみたいなこと言って悪い、そこばっかりは嘘つかしてもらったわ、ごめんな。俺の自発的には気違いだと思われたくなくて、いやちょっと番組の企画でみたいな感じで嘘ついちゃった。そればっかりは俺の気候、勝手に気候に走ったんだけど、できなかった。俺も人でありたかった。人で、まあ、ある意味番組の企画間違ってないでしょ。本当にガイルになりたいって言ったよ。なんでこんな髪型にしたんですかって聞かれたから、いや、あの、来年の7月にゲームの大会があるんですよって言ったら、あ、エボスかって言って、あ、エボスって言って、なんかストリートファイターとかですよねって言われたから、そうなんですよ、その出てくるキャラクターのガイルのモノマネしたくてって言ったら、加藤さん、ガイル僕今調べましたけど、ガイルって横反ってなくないですかって言われて、よくよく見たらガイルって横別に刈り上げてねえんだよな。あいつ髪の毛こうやってさ、ポマードで固めてるだけっていう。はめられました、皆さんに。僕は。ほんとカリスマ美容師裸足で逃げ出したからな。いや、こればっかりは僕、ちょっと手に負えませんね、つって。一月に一回切りに行ってくださいって言われても、なんかもう長期的に、で、若手育てるみたいな感覚で、いや、これ3ヶ月ぐらいの長期的に考えてやんないと、ダメっすねって。しかもさ、でもさすが美容師だなと思ったのが、どっかしら褒めなきゃいけないじゃん。絶対に。いや、変ですねとは言えないわけよ。向こうも仕事だから。だから、なんかひねり出したんだろうね。いや、でも加藤さん、この髪型って、とんでもないポリシー持ったやつにしかできないと思うんで、加藤さんのポリシーに敬服しますって言ってた。すごくねえか。お金いくら取られたんだ。4000取られたわ。7分ぐらいしか時間取ってねえのに4000取られた。いや、その髪型はマジでポリシーある人間にしかできないんで、相当いいと思いますよって。よしあしじゃないと思います。ポリシーがえぐいって言ってた。ポリシーがえぐいって言ってました。まあ、ちょっとここ行き過ぎちゃったなっていう。ここ変ですかって言ったら、変ですって言ってたもん。変ですって言われた。結構長い付き合いの美容師の店長に来てもらってんだけど、変ですって言われた。やばいですって。厳しい世界だな。頭全体見せてくれる。こんな感じだよ。まあ、別になんかいるよな。いるよな。海外の海軍にいるような髪型ですけど、でもよくよく考えたら加藤さんって別に外国人みたいな顔してないし、色も白いし、その髪型が変というか、まあ、加藤さんにはもしかしたら合ってないというふうに言われました。海軍の新人みたいな感じでな。だいぶマシになったっしょ。見えるようになっただろ。30代の髪型じゃないよね。いや、頭隠してるわけじゃなくて、コメント見えねえんだよ、これだと。わあ、なんかいい感じ。でもなんか、昨日女に会ったら、一周回ってかっこいいですよ。女受け良くなったよ。一周回って、逆に、でもただものじゃない感が出てるって言って。普通の人間ってそういうことしないから、なんかこいつめちゃくちゃ逆にオシャレなんじゃねえかって思うって言ってた。いや、一周回って良くなったよって言って、量産型の、なんかマッシュみたいな、ああいうんじゃなくて、ちょっと、
街歩いてたらやっぱただもんじゃない感出てるもんって言われたよ。毒が裏返ったパターンね。何かのプロフェッショナル感出てるでしょ。一周回って